熱い。この番組はクロノスモンスターの提供だ。お送りします。みんなごめん、みんなごめん、ちょっと今日はあんまり解説できないかもしれない、今日は。皆さんどうもこんにちは。マイスキリム講師の、ボイスラーでやってます。マイスキリム講師のデスノリーさんもでございます。今日もよろしくお願いします。今日もですね、元気にリアクション動画させていただきたいなと思っておりまーす。で、今日取り上げさせていただくのが、ガチョラ歌い手荒木さんとクールさんによる読み方、エニグマでいいのかな、エニグマでございます。もうね、バチかっけー新曲が上がってて。でね、見て、これちょうどね、先週届いたんですよ。これ、荒木さんの T シャツなんですけど。ちょうど激ロックとのコラボのあれが届きまして、あーっと、タイミングと思って。撮らなと思って。撮影しております。ありがとうございます。でね、ちょっとね、リアクションこれさせていただくんですけれども、いつもはね、リアクションしながら解説っていうのをね、結構重視して、僕、ボイストレーナーなんでやらせていただくことが多いんですけれども、今回一応するよ。するつもりですよ。気づいたことはね。ただ、カオスなんですよ、この曲。めちゃくちゃ。カオスかっけえんすよ。もうほんと。だし、これ昨日上がった動画なんですよ。昨日上がった動画だから、解析もしきれてないっていう状態で、一旦こう感情が赴くままの本当のリアクション動画を思れんじゃねえかと思って、ちょっとね、勢いで回させていただいてる部分もあるので、ただただ僕が興奮してるだけの動画になる可能性があるので、ちょっとそこあらかじめご了承いただければと思っております。で、この曲をですね、お作りになられたのも、堀江翔太さんという方でして、ボカロ P としてはケムさん。ですね。そっちの名前でも通じる方が非常に良いかなと思うんですけれども、数々の名曲を生み出している方なので、そんな方が手掛けた曲と、あと荒木さんの歌詞と、そしてお二人の歌声と、ここがどう絡んでいくのか要着目でございますので、早速見ていきたいと思います。こんな感じで、このチャンネルでは日々発生関係のお話ですとか、今日みたいなリアクション動画とか、アップロードしています。まだチャンネル登録お済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。で、このね、エニグマっていうのはなんか調べてみると、なんか謎みたいな、そういう意味合いが強い言葉みたいです。そういう意図なのかはわからないですが、ね、ご自身のこの T シャツを、届きたてほやほやの T シャツを着ながら、めっちゃかっこいいよな、これな。かっこいいな。もう買えないぞ。ね、見るこの、新曲は格別でございますよ。いきますよ。解説できないからな。いきます。いきなり来たね。やばい。もうやばいんだって。なんかもう、無造作なのよ。無造作。いろんな要素がもうある。わかります？ラップみたいな感じなんだよね。お二人がこう歌ってらっしゃいますね。でもこのイントロの感じはさ、でもイントロの感じはこう結構さ、四つ打ちで分かりやすい感じなのよ。ここでトゥンク来るみたいな。めちゃくちゃかっこよくない？めっちゃかっこいいよね。ちゃんとバンドサウンドだしね、なんか。いいね。クールさん。クールさん来ましたね。クールさんってさ、そういう意図でお名前、ご自身のね、お名前を付けられたのかはちょっと存じ上げないんですが、本当になんかね、クールな声なんですよね。まあ、後で出てこられる荒木さんって、まあ、髪の毛の色とかさ、もう相まってですけど、なんか赤い感じするじゃないですか。で、なんかクールさんは、なんか青いイメージがあるんですよね。青とか、なんか、青に近いエメラルドグリーンとか、なんかそういう、色で言うとね、そういうイメージがあって、なんか冷静に鋭いみたいな、そういう印象がある。なんか、清涼感あるみたいな感じの印象があって、ここもやっぱそういう声色なんですが、時々牙を剥いてくる感じしますよね。基本的にはこう語り口調で、透き通ったご自身の、いつもの結構歌声の感じで、ラップしてるようなイメージですよね。歌詞もすごいんだよ、これ。歌詞がすごくなったんだよ。
最初クラッとかね、ちょっとこうちょっと巻き舌入れてきたりとか、その次もそうだったよりって、これはちょっとかなってたりするんですよね。ちょっと攻撃的な面もあるような感じです。そこまでもまあちょっといろいろあるんですけど、ちょっと次聞きたいので次行きましょう。そして荒木さん、ああこれはもう荒木さんの得意なポジションですよね。クールさんって結構真ん中で歌う方だなっていう、真ん中よりまあちょっと上かもしれないけど、基本的にはかなりバランスのいい発声をされる方だなっていう印象があって、で荒木さんももちろんバランスの鬼なんですけれども、だしバランスボイスもできると思うんですけれども、荒木さんの持ち味といってはやっぱこのなんだろうな、独特なこのパワーポジションというか、結構頭の上の方とかでパンチしまくるけどしなやかみたいな、そういうポジションが得意なんですけど、ここはそこで結構いってる感じがするんですよね。だからこのクールさんとのまあ対比ってことじゃないかもしれないけど、対比で結構トリッキーに聞こえるっていうか、よりなんかマガマガしく聞こえる、この曲のマガマガしさをより引き立てるような感じしますよね。クールさん、からのトリッキー、わかります？ペイアーフとかさ、ちょっとなんか皮肉に聞こえるっていうのかな、なんかそうなるよね、なんかね、印象がより随所にちょっと裏返すニュアンスも入れてるんで、なんかねプレスプレスとかさ、ほら目覚めちゃうぜみたいな、随所に細かく入れてきてるね。めくる、なんかもう目まぐるしいよね。めちゃくちゃ目まぐるしいんだよ。目まぐるしいのに聞き苦しくないんだよ。なんだこれ。新感覚。結婚してください。うわ。ペイオフ。ここは結構ね、クールさんが下に降ってきてるというか、さっきよりも、さっきは結構こうなんだろうな、全然悪い意味じゃなくて、もちろんいい意味で優等生なポジションだったんですけど、それよりちょっと悪なポジションに入ってますよね。で、パンチしてきてる感じ、アタックを結構強めにいってますよね。マッシュローカッツみたいな。トントントン。アタックアタックって感じね。固くいってる感じね。スイッチ G をちょっとだけリズムから後ろ伸べさせて、より攻撃力を増してる感じですよね。バチッとリズムにあえてはめてない感じだな。スイッチやみたいな。わかりますね、なんかね、ニュアンスがある。ここでびっくりした。ここでびっくりした。この小原木さんですよね、きっと。多分。ここのお二人のこの声色をここで合わせてくるっていうか、この一気に気だるい感じのポジションというか、荒木さんってね、このバンプオブチキンとかに意外と影響を受けてるみたいなお話あるじゃないですか。そのちょっとバンプっぽいポジションに急に切り替わるところ、こうびっくりする。なんかね。プレイカープレイカーってちょっと鼻に抜くような感じになって、その後も同じような声色でクールさんもこうそこにまた参戦してくるみたいな、ここの交互だけど声色寄せてくるみたいな感じ、何かを予感させますよね。そしてサビなんですよ。あ、やばクソ良くないっすか、マジで。もうとにかくこの緩急にやられますよね。優しく吐息っぽい声が来たと思ったら、めちゃくちゃまた攻撃的に、あの歌声も含めて楽曲も含めてなるみたいな感じで、何回か惚れるんだよな、この曲聴いてると。ギャップで何回か惚れる。うん、この曲聴いてると。ハイパーハイトーンですよ、ちなみに。こサビやばいっすよ。
歌えないよこんなの。すごっ。I can rush amazing。エイコーラッシュ。D シャープとか、ハイ D シャープとかですよ。D5 シャープぐらいでしょ。無理だよ。やめて。ほら。ここやばい、クールさんのここ。Every single day のここやばい。音程どこっすかこれ。がなってたよ。がなってんだよ。C5 ですよ。C5 でがなってんのよ。だし、綺麗なんだよ、やっぱり。やっぱり、青さがあるんですよ。青いくて冷静なんだけど、強いみたいな。なにこれ。ブレッチオブリージュ、歌詞的にはオブリージュなのかな。ここのニュアンスもすげえかっこいいっすよ。ブリッジみたいな。で、しかもこれさ、Every single day じゃないですか。で、この曲リズム大事じゃないですか。Every single day の今ででしっかりリズム取ってるから次が気持ちよく聞こえるんですよ、これ。わかります？よく聞くとわかるんですけど。day! って言ってるのわかります？ single day! で、ここまででリズム取ってるんですよ。day! Bless the legend! って入りやすいみたいな。そういうリズムの取り方してますよね。この荒木さんの今のビブラートよ。Love a single day みたいな。無理。こんなに細かく揺らせないよ。すごいっすね。ああ。あ。なんかもう汗かいてきたもん。これ。そして2番。おー、まずリフがいい。ギターのズグ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 言っててめちゃくちゃかっこいいのと、これはソールドアウトリスペクトなのかな、このさ、あみたいなさ、ニュアンスあったよね今。うん、あみたいな、なんかソールドアウトを思い出させるような感じのフレーズがありますよ、ここね。で、ここクールさんの得意な結構ポジションですね、ここはね。めちゃくちゃ攻撃的ではないけど、たまに牙向くみたいなポジションだよね。序盤みたいな。これで戻るんですね。あれやこれやと。ちょっとかなってね。ほら。ここもね。うわ。ここは一回荒木さん入ってきて、また次クールさん来たんだね。さっきはさ、荒木さんがその後しばらく行ってて、ここの落差を垣間見えましたけど、一回落差作ってもう一回クールさん来たから、ここもまたびっくりするし、パターンが変わるんですね。ここのハモリすごいっすね、なんかね。なんかさ、奥上みたいな音も聞こえるし、奥下みたいな音も聞こえて、ちょっとより異国感があるっていうか、なんかちょっとこうアラビアンな感じに聞こえませんか、ここね。次のこ、次のこ、怪しい感じがするよ、次。ほらどーってどーどーどー、うわっ、あーただいま。いいね。ああ油断できねえこの曲。ずっと緊張する、もちろんいい意味で。ずっと緊張するんだよな、この曲。ずっとシリアス、なんか。よう、口回りますよね、この、しかも、いい発声の状態で。うわ、ここのハモリ。ここ順番、
ここ順番逆になってますね。さっきは荒木さんからクールさんだったけど、今度クールさんから荒木さんになってるね。随時こう、アナグラムみたいにさ、こう順番を変えてますよね。だからそういう曲なんだろうね。そういうのをテーマにした曲なんじゃないかな。なんかこう、ごちゃ混ぜみたいな、そういうことなのかな。だから謎なのかな。ニュアンス、ささやくようなニュアンス、ライブで盛り上がるところ、お手を拝借のところ、熱い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 って熱いのよ、ちゃうのね。そして静かになってサビに入るのよ、この緩急よ、緩急よ、いいね、クソガキ、いいね、かっこいい、やばいよこの高さ、なんでこの強さで出せるんですか、うん、D とかですよ、サンプリングで D5 無理ですこの太さでは絶対に無理、この曲に合うように歌えるのはマジで神業ですね、この高さを。これサビのさ、順番も結構ポイントですよね。なんかさ、お互いパワーがある人同士だと思うんですけど、そのパワーのベクトルが違うというかさ、クールさんのがやっぱこうなんか、なんだろうね、バタフライナイフというかさ、ダマスカスみたいな、こうなんか、ちっちゃめのナイフみたいな、小回り効く系のナイフ二刀流みたいな、そういう武器で言うとよ。そういう感じで、なんかこう確実に仕留められる感じがまず、サビの最初で来るというかさ。この感じ、このシンプル、なんかシンプルぶっ刺さる感じから入るみたいな、で、でこのなんか荒木さんのこの独自のハイトーンでもう一回刺されるみたいな、幸せみたいな、荒木さんはナイフではなくないですか、なんか印象がさ、なんかモーニングスターとかそういうトゲトゲの鉄球みたいな、そういう感じだよね。なんか、しなってる感じがやっぱなんか印象があるからさ。クールさんはなんかこう、ぐさぐさ来る感じっていうか、冷静にぐさぐさ来る感じっていうか、殺し屋みたいな感じがあるんだけど、荒木さんも、うわーっつってこういう感じがするんだよな。このなんか、低音でも高音でも火傷させられるみたいな。うん、ねえ。やっぱ。あ、いいっすね。ああ、ここのニュアンスもなんかね、ういまだ来る、いろんなニュアンスがもういろんなあらゆる施しをしてくれますね、なんかもうすっごい優しい友達の家のお母さんみたい、もうあ、いい、お構いなく、みたいな。そんなもおやつもそう、よろしいですかみたいな。もうすいません、お気遣いなく、みたいな。もうそういう感じですよね。駆け上がっていく。そして。荒木さんの得意な、ここのポジションね。うん。まあ。ああうぅ、うぅ、うぅ、なんですかこの曲はヘビーでトリッキーでラップライクなところもあれば、なんかメロディアスで、ワンピースかな、ワンピースなのかな、これワンピースの正体これだわ多分
ごめんみんな、ネタバレしちゃった。ごめん。ワンピースこれです。ごめんなさい。ワンピースです、これ。しかも、むずいし、なんかその、いろんな要素が詰まってるから、メロディーというか歌唱の部分の難しさも、その、たくさんの要素の中の一個になっちゃってるけれども、めちゃくちゃ難しいですよ。だめっちゃ高いもん。多分 D シャープとかが最高音だと思うんですけど、まあ、音出すだけならいける人はいるかもしれないけど、かっこよくこんな風に歌い上げてしまうっていうのは、まあ、人間である限り不可能だと思うんですけれども、この奇跡の、ユニットというか、この奇跡のお二人はやってのけてるっていう、この相当高いハードルを超えてきてるという、めちゃくちゃバケモンっすわ、やっぱり。原曲はですね、概要欄の方に貼らせていただいておりますので、ぜひぜひご本家さんもチェックされてみてください。そして、今回の動画、良かったよという方は、ぜひグッドボタンと、あとチャンネル登録まだお済みでない方は、この機会にぜひよろしくお願いします。ということで、デスヌイさん、ボイストレーナーのマホンがお送りいたしました。ありがとうございました。